皆さんおはようございます。今日は1月の27日木曜日となりました。今日はですね、朝月の、ミニ春巻きをやっていきます。で、あらかじめ朝月洗っておいて、ハムとバター醤油とあと唐辛子でこんな感じで炒めて、これが具になっております。で、春巻きの皮、今日はちっちゃいやつで巻いていきます。で、こんな感じで、ね、朝月ちょうど今本当旬でですね、美味しい時期になりましたね。わりかしこちらだと茹でて酢味噌で和えてっていうのが定番なんですが、ちょっとでこういうのもお弁当にちょこっと、すごく簡単なので、茹でないでそのままバター醤油で炒めて、あ、すいません、ここさあれだ、もっといい、チーズを入れてですね、チーズを入れてくりくりと巻いていってください。音が見えないかも。あまり巻き方上手ではないのですが、ちょっと水つけていただくとこれで大丈夫です。ちょっと不格好な。で、フライパンでもちろん焼いていただいて結構ですが、ちょっと事情があってですね、フライパンがなく、ホットプレートで焼いていきます。で、さっと油敷いていただいてですね、こんな感じですね。あと皮が焼ければもう中はそのまま食べれますので、で、オーブントースターでもいいかと思います。で、こんな感じで焼いていきますですね、こうですね、はい。で、今日はミニ春巻きなので、そのまま中こう切りませんけれども、こんな感じですね、はい、ここは早送りにしていただきましょう。焼き春巻きにすると油のね、取りすぎとかもないので、こんな感じで、なんか餅を焼いてるみたいですよね。この場合はですね、余分な水分を逃がしたいので蓋はしません。これで、で、もうちょっと焦げ目が欲しいなっていう時はちょっと油を追加していただければいいと思います。で、野菜なんかもここでさっと炒めて、で、さっと拭いて、こんな感じで焼いていただくと洗い物も少なくて済みますので、とてもいいですよね。よし、いい感じですが、はい。で、昨日また今週のお花が届きまして、紫バージョンですね、フリージアと何でしょう、都忘れでもちょっと違うみたいですけどね。はい、では美味しくできました。よいしょ、いい感じで、今日の一品は朝月のミニ春巻きでした。
今日も少し運動をしつつですね、つま先こんな感じと、あとここですね、肩甲骨ゆっくり回して回して、でストレッチと、だいぶいい格好になってきました。そのうちモデルたちになると思いますので、ぜひその辺も皆さん楽しんでいただければと思います。では明日1月の28日金曜日にお会いいたしましょう。皆さん背筋を伸ばしていい空気いっぱい吸ってですね、元気で頑張っていきましょう。ごきげんよう。さようなら。